ケドセト教に入りましたわ。あ、これは戦った後ですわね。スチームレギオンでしょうか。いや、近くに妖怪の気配を感じる。妖怪と忍びじゃないか。妖怪ならどこにでもいるわ。ましてやこんな人気のない峡谷なら当然よ。ええ、結構いそうですよ。みんな気をつけて。それならここから変身して峡谷を抜けましょう。みんな遅れるんじゃないわよ。分かってるって。団長前では必ず変身しなきゃいけないからね。私に任せなさい。アッション交代だね。逃がさない。この技で食らえ。本気でいくよ。
上から人が、忍びの女の子が滝壺に飛び込みました。妙にゆっくりじゃなかった？何かの忍術かしらね。そんなことも知らないの？あれはスローモーション効果ね。妖怪に追われ滝壺に飛び込む、忍者らしい燃える展開、それを劇的に表現しているのね。ええ、他にも攻撃する瞬間に発生し、相手の急所を狙いやすくし、大ダメージを狙えますよ。逆に攻撃をジャストガードや回避した後にチャンスタイムとして発生することもあります。かなりの腕前と見ましたが。なんでそんなに落ち着いてるんですか？結構大変なことなんじゃ。早まって落ちたならまだしも、自ら滝壺に飛び込んだならすぐ上がってこれるだろう。それでいつ上がってくるんだ？妖怪に追われていたし、誰もがお前らみたいに頑丈だと思わない方がいいんじゃないか。みんな助けるわよ。探すぞ。どこかに沈んでるはずだ。滝壺に潜るわ。私も一緒に行こう。泳ぎは得意なんだ。私は流されてないか見てきます。なんだろうこの人たちって。ホムラちゃんも息ぴったりだし、悪い人たちではないんだけど。あ、私たちは鳩の国の忍者よ。手当てしてくれたことは感謝するよ。ありがとう。私は V の国の忍者、結城。バーチャ流の結城。そして V の国の姫、R 姫の忍者。それで君たちはなんでここに？あなたが結城？私は鳩の国の忍者、ネプテューヌ。対外的にはパープルハートって言えばわかる？ああ、君たちが。見たことあると思ったんだ。鳩の国の最強の忍者、女神四人。もちろん知ってる。でも、なんで六人もいるの？私は、マーベ国のハニパ四人の一人、アスカ。マーベ国と鳩の国は臨時同盟中で、ホムラちゃんと任務で行動を共にしてるの。鳩の国とマーベ国が同盟？長年戦ってたはずだよね。スチームレギオンって知ってるか？そいつらが誰彼構わず喧嘩売ってるからな。敵の敵は味方ってやつだな。今は、V の国からスチームレギオンが攻めてきたって救援要請があって向かってるとこだ。やっぱりこんなことしてる場合じゃない。姫のところに戻らないと。お待ちなさい。一人では自分の国に戻れなかったのでしょ？何があったか話してくださるかしら。私たちも V の国に行くから状況を知りたいのよ。急いでるならさっさと話して、一緒に行った方が早いわよ。噂が本当なら君たち強いんだよね。それなら V の国を、姫を助けるのに協力してくれる？うん、もちろん。私たちはそのために来たんだから。約束する。忍びの名にかけて。わかったよ。私は V の国周辺の妖怪が増えたことと、ある抜け人を探すっていう二つの任務についてたんだ。その途中、少し前に姫から連絡があって、 V の国に何かがあったみたい。それがきっとスチームレギオンだから、急いで城に戻ろうとしたんだけど、妖怪が次から次に湧いて襲ってきてね。それで面倒になって滝に飛び込んだ。
それは大変でしたわね。忍者が逃げ切れないほどの妖怪、偶然でしょうか。妖怪が忍びを妨害なんてするか。逃げようとした忍びを追ってくるとも思えないんだが、なんか気になるな。それは妖怪たちが操られてるからだよ。間違いなくあいつのせい。いつも邪魔ばっかりして、また姫を狙ってる。姫はね、本当に可愛いんだ。妹みたいで、笑った顔、照れた顔も、拗ねた顔も、怒った顔も全部。そんな姫だから、狙う奴がいる。私が守らないと。その気持ちわかります。優しくして、守って、甘えられて、それ以上に甘やかす。それこそが理想の姉妹ですわ。姫は簡単に甘えたりしないよ。非常に振る舞ってるかと思えば、気がついたら疲れて眠っちゃったり。会ってみるとわかるよ、本当の姫の可愛さはね。なるほど、そうでしたか。ユキさん、これまで姫にお会いする機会もなく、ご挨拶したいと思っていましたわ。ぜひご紹介してください。どうしようかな。姫がいいならいいんだけど。でも鳩の国にも話せる人はいたんだね。いいよ、私から聞いてあげる。二人のテンションがおかしいわ。ベールも妹系の子にとりあえず手を出そうとするの、そろそろやめたら。私たちだって最近妹に会ってないの。これも時代の流れなんだから。ベール、そろそろ諦めた方がいいわよ。これに関してはネプテューヌの言う通りね。アール姫ってあれでしょ、伝説の血筋とかって。失礼があったら同盟にひびが入るわよ。これは私の念願、使命のようなものです。その程度の障害で諦めるわけにはいきません。ベールは何と戦ってんのよ。あの、空気読めてないかもだけど、話が終わったならそろそろ行かない？ゆうきちゃんも元気になったみたいだし。そうだった、話は終わり。約束通り協力してもらうからね。来て。いただき。それそれ、あっちゃん交代だね。それシュッシュッ、本気でいくよ。はっ。
ったわね。もうすぐ V の国だ。みんなやるじゃん。会えたのはラッキーだったかも。私、V の国は初めてです。自然が多いんですよね。楽しみですわね。もうすぐ私のアール姫に会えますし。ちょっと待って、姫は私にしか心を開かないし、軽々しく話すことは許されないんだから。私たちの目的はスチームレギオンを倒して V の国を救うことだ。忘れてねえだろうな。ドゥルフフフ、峡谷を抜けてくるとは、さすがバーチャ流の勇気。お前は妖壺だよ。どの面下げて V の国に戻ってきたんだ。わざわざ別れの挨拶に来てやったというのに釣れないな。心配しなくても今すぐに出て行ってやるだの。アール、勇気、国とアール姫のピンチに城を開けるとはバーチャ流忍者失格だの。それとも帰ろうとしたら妨害にでもあったのの。ドゥルフフフフ、ほんと嫌なやつ。全部お前のせいだって分かってる。姫を返せ。なんてことを。アール姫にだって選ぶ権利はありますわ。あなたよりもふさわしい相手がいるではありませんか。お前が妖怪を差し向けたのか。カグラを目指す者として妖怪に関わる者は狩らせてもらう。こんなのさっさと片付けてアール姫を救いましょう。どっかで見たことあるシチュエーションだが、気のせいか。しかし城の状況もヤバそうだな。わらわらと他国の忍者がおるようだの。残念だが城はもう手をくれ。スチームレギオンの機械忍者の前にすでに落ちただの。なんですって、さすがに早すぎるわ。今のわしは妖怪軍団の首領だ。スチームレギオンとわしが手を組めば、こんな田舎の忍者など相手にならなかっただの。手を組んだだとは、バカが。利用されるだけだってのに。当然だの。その代わりわしも利用するだの。おかげでアール姫と二人きりに。ルフフフフ、これから二人のハニムーンを過ごすので、さらばだの。またこいつらか。意外と手強いから気をつけて。何もないところからいきなり、しかもたくさん出せるなんてずるいわね。でも
私たちがいるから安心して。みんなやるわよ。妖怪を出して押し付けるだなんて、これはまるでトレイン迷惑行為に値しますわ。まあこれも一つの修行としてこなしましたが、まあ私たちの敵じゃないわね。それよりさっきの妖壺なんとかと姫は？ダメだ、さすがに見当たらねえな。ユキ、さっきのやつは何だったんだ？よく知ってんだろ。あいつは妖壺太夫、バーチャ流の抜けに国を追われ、私も追っている。またまんまと逃げられたけどね。妖壺太夫は異大陸の妖術を使い、アール姫を手に入れようと狙っていたんだ。本当にしつこいやつだ。あれは妖術なのか、妖怪を作れる術ってのは厄介だな。あれは持ってる壺と迷惑配信って術で、妖怪を出したり操ったりして作ってるわけじゃないはず。妖壺太夫はそれを使い、妖怪軍団の首領を名乗ってる。
ずるいやつだよ。そしてしつこいんだろ。たく、ろくなやつじゃねえな、ようつぼだゆ。それでどうしよっか。ようつぼだゆを探すのか、それともこのまま V の国に行く。ようつぼだゆは姫に危害を加えたりはしない。でもだからこそ姫の身が危険だ。この辺をしらみつぶしに探す。探すって言うけど、その様子じゃ場所がわからないのよね。迷うとこだが、危害を加えないって言うなら V の国、城の確認が先だろうな。 V の国が本当に落ちたのかどうか。敵は妖壺太夫だけじゃなく、スチームレギオンもだ。ええ、それがいいわね。もしまだ戦っている人や傷ついた人がいたら助けるわよ。分かった。私も国の様子は気になるから、そっちが先でいい。案内する。あ、ずいぶんやられちゃってる。くそ、今の街を見たら姫悲しむだろうな。